日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら北海道バタースイートポテトパイとあんバターパイを食べたいと思いまーす。こちらなんかネット通販でクーポン割引みたいなのがあったので買ったんですけど、北海道といえば乳製品が美味しいスイーツ、バター、特にバターとか美味しそうです。あんバターですけど名古屋のイメージがありますけど、北海道のバターを使うとまた違う味わいがあったりするのかな。では早速開けていきたいと思います。開けたらいきなり出てきましたよ。テフェアスとかじゃないんです。すぐ食べられるのいいんですけど、ちょっと落としたら怖いかも。ではいただきます。やばっ、外側はサクッとではないんですけど、結構歯ごたえがあって美味しいですね。そして中に入っているあんはさっぱりとした甘さだったり、コクを時折感じることができて、これも美味しい。北海道の恵み、しっかり堪能させてくれるスイーツに仕上がっていると私は思いました。もっといろんな味を楽しんでみたいな。何か販売してないかまた検索してみようというのは置いとくとして、しさっぱりとした甘さでしっかり楽しませてもらった後はアパンシちゃんとレビューしていきますよ。詳細についてはこの後すぐに伝えます。ごちそうさまでした。最初に食べたあんバターパイは結構パイがしっとりしていて、あんこの優しい甘さのままにバターのちょっと下加わっていて味に深みを出しているして、ただあんこだけを食べる、バターだけを食べるとはまた違った味わいがあってよ。名古屋の小倉とはしてってちょっと違うんです。なんだか食べていて不思議な味、感じがするスイーツになっています。いつかやのスイートポテトパイは、あんバターパイよりもパイ生地がさっくり固めになっていて、中に入っているスイートポテトもまたバターのコクで味に深みが出ていました。ただ優しいだけのさつまいもではなかった。どちらもあんことさつまいもの優しい甘さを、バターを加えることによってコクを出して深みを与えているような、そういう気がしました。それだけ北海道のバターが美味しいということなんでしょう。なので今回はどちらも受けがたい味わいだったので、両方とも、5点とさせていただき、北海道の乳製品、本当に美味しいですね。もっと食べてみたいです。それでは、少年に行くのはこの夏か。確かに夏に風鈴っていうのは定番です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、今日紹介した北海道パイ2種類を食べていただけるととっても嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。